ドライブの前に道を知ろう。今この瞬間を大切に生きる。それが自分への挑戦であり、明日への道へと続いていく。荒川静香。こんばんは。ちょっと斜めってるけど、まあいいか。道路系車窓エンターテインメントのパイオニア、ナベチカ23へようこそお越しくださいました。こんばんは。トム太郎さんこんばんは。ウォンソンさんですね。多分これでいいんですよね。サンデー優勝者の時覚えました。こんばんは。お邪魔いたしますということで、ようこそお越しくださいました。もうすぐ味噌汁のローカルタレント、私渡辺大輔がお送りしております。ナベチカ23。今日は29人、30人、うん、今ちょっと30人乗りましたね。よかったよかった。というわけで30人とともにお送りしてまいります。鍋地下23、今夜もいよいよスタートいたしました。今年は元日からスタートしておりますので、今日が新年2回目ということになりますね。早くも2回目ということになります。もう徐々に増えてきてますね。よかった。32まで来ております。今日はいろいろとやりたいこともありますので、どうしようかな。はい、正解です。ウォンソンです。正解。よかったですね。いつも間違えるんですよ。すいません。トンボで覚えてますね。これは魔女の宅急便のトンボのアイコンでおなじみのウォンソンさんですね。ありがとうございます。さあ、味噌島であと52日。あっという間ですね。もう本当に50日なんで、もうすぐやってきますからね。あと1時間で51日となってしまいますけど、まあ、やだな。文字周りのデザインがどんどん進化してるにゃ。そうなんです。どんどん進化し、どんどんひょっとしたら退化してるかもしれないというところもあるんですけど、まあ、いいじゃないですか。あと52日で味噌汁ということもありますので、なかなか安定しないんですけどもね。なかなか、いろいろとこうね、どんどんこう、リニューアルして、どんどんいいものを作っていきたいなっていうのが、私、渡辺スタイルでございます。カンナムスタイル。失礼しました。では、今日も、カーツースリーニュースから、始めていこうかなと、かように思う次第でございます。さあ、先週、カーツースリーご覧になった皆さん、応募されたでしょうかね。この場で抽選、新春、ドーンとプレゼント。当選者は誰に？ということで、ニュースと言いながらも、ここからニュースが出来上がりますというところですね。ではですね、早速参りましょうか。先週やりましたこの新春ドーンとプレゼントって一体何かというところをご紹介したいと思います。こちらでございます。はい、新春ドーンとプレゼントは、これまで持っていたこの鉄道模型、これをお一人の方に差し上げようという企画でございます。まあ簡単に言うとですね、私てっちゃんじゃないのに鉄道模型買っちゃった。だけどまあテレビの前に置いてたんだけど、埃かぶる一方だよと。これはちょっともったいない。売ってもいいんですけど、まあ売るぐらいだったらもっと大事にしてくれる人にプレゼントした方がいいかな。でちょうど元日配信ということもありましたので、欲しい人っていうところで
メールをね、募ったところ9通いただきました。というわけでその9人の皆さんね、先週の土曜日の、0時、まあ、正確に言うと、1月6日日曜日になるまでに送ってくださいねというところを言ったところ、9通のご応募いただきましたので、その9人の皆さんの、まあ、抽選をこれから取り行おうじゃないかということで、これからいよいよ、つまり9分の1ですよ、宝くじなんかよりも断然当たる率が高いということになりますね。35人の皆さんがご覧いただいております。ではいよいよ抽選といきたいんですけれども、抽選方法はこちらの袋の中にこんな感じで、もうすでに9人の方のアドレスの書かれた紙がここに入っております。まあ、これが見本です。こんな感じでね、これは当番組のお問い合わせの、アドレスが書いてあります。こんな風に9人の皆さんのアドレスが、メールアドレスが書いてあります。で、この後抽選します。抽選して引かれた方に、もうすでに本文は入力済みなんですけども、メールアドレスが書いてありますので、これをこの後生で打ち込みます。打ち込みまして送信します。当たった方にメールが届くということですね。で、もしその方、9人の方の中でご覧になっていらっしゃったらば、そのメールが届いた方、当たったよということで、タイムラインに書き込みをしていただきたいと、こういうことでございます。意外とアナログ、そうなんです、アナログなことをやっちゃうって、楽しいぐらいアナログ、そう、アナログの方がね、結構ドキドキ感はあると思うんですよね。ブラックメール送信、まあそういうことになりですよ、なるかもしれませんね。誰に当たるかな、でもメアドが画面に出るとそういうことになりますね。それがないようにちょっと気をつけようということで、こういった形で皆さんのアドレス書いたものを4つ折りにして、そしてこの袋の中に入れてる、あ、入れちゃった見本を入れてしまいました、というわけで、まあ、この中に10個入っているということなんですけども、誰に当たるか、これからいよいよ抽選を行います。果たして誰に当たるんでしょうかね。38人がご覧いただいておりますよ、カジュアルのチラシの裏、そういうことですね。というわけで見本が入ってしまいましたけども、ではこれ今見本を入れてしまいました。では参りましょうか、抽選です。誰に当たるでしょうかね。あ、ザカさんどうもこんばんは。そこでやってしまうのがそのボケ、公開抽選会の始まりです。 You got the mail、 そういうことですね。見本が当たったらすごいかも。そうですね。では誰に当たるんでしょうか。じゃあこの方にしました。さあ、ではこの方一体誰なんでしょうかね。ドラムロールを開けます。もちろんこれはね、個人の情報が入ってますので、見せるわけにはいかないんですけどそんなもんですよね見本もちろんこれ見本が当たったら誰にもあげないとかそういうわけじゃないですかね。これはまあノーカウントです。ノーカウント。もう一回いきましょうひそひそ見本だったり、見本が当たっちゃいましたね。もう一回いきますよ。見本さんと前夜笑いの神が降りている。ほら見本でしょ、出た見本。38人ご覧いただいて、やらせを一発、渡辺大輔当選確実、違いますよ。さあ、じゃあ行きましょう。改めまして、すごいですね。いきますよ。この方に決定。さあ、この方はどんなアドレスなんでしょうか。よいしょ。おー、そうですか、この方ですか、わかりました。では、これからですねメールを打ち込みたいと思います。もう見えないですね、はい。さあ、一体どなたに当たったんでしょうかね。
ではメールを書きましょうかね。いきますよ。よいしょ。誰でしょうかね。楽しみですね。ナベッチメール送信アドレス間違え、そうですね、それ間違えたらとんでもないことになりますからね。よいしょ。これと、はい、で、これをと、よいしょ。OK ですね。OK ですね。そうです。言葉に出したら危ないですね。ラジオなら生電話。そうです。あ、LC さんこんばんは。ようこそ。さあ、これから、いいですか？ひょっとしたら、その方が見てないかもしれませんけども、あるいは、もうこのタイムラインの中にいらっしゃるかもしれませんね。さあ、誰に当たるんでしょうか。では、いきますよ。さっき、どなたが言ってましたけれどもね、ブラックメール送信ってやつですね。では、マウスを押します。いきますよ。友太郎さん、楽しいといただいておりますね。では参ります。この方、メールを送ります。私は応募してません。足から、あ、そうなんですね。黒帯さん応募してられてない。送信ステータスのアニメーションは？それはね、ないんですよね。では、行きましょう。当選メール、送信、いった。さあ、9人の皆さん、送ったという9人の皆さん、受信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 。ね、皆さんのメールボックス、受信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 をしていただきたいと思いますね。さあ、そして、もし当たった方、ね、届いた、当選通知が届いたという方、タイムラインの方に、送っていただきたいと思いますね。それが来ましたらね、次のアクションが起こせます。さあ、では、ただいまメール送信中ということになっておりますけれども、ちょっとしばらく、誰が反応するんでしょうかね。さあ、じゃあちょっとそれが来るまで、次のニュースに行きましょうかね。次のニュースに行きます。ドキドキしますね。どなたか当たったというタイムラインに報告は来るんでしょうか。楽しみです。一応こっちの方はもう送信はできておりますので、こんなものは当たると思って身構えていない方に行くのが世の常。そうですね。そうかもしれません。さあ、確実に送信は行っております。では、次のニュースの方にとりあえず行っておきましょう。さあ、すでに自選しました。ユーストリーム大賞11日から投票開始ということになります。この番組ご覧になっている皆さん、おそらくほとんどの方が、一般のメンバーだと思いますので、ちょうどこのニュースのテロップが出ているところあたりに時折ユーストリーム大賞、ユーストリーム大賞と出てくるかと思います。そちらについての、僕からの僕からの簡単な、ご案内ということでございます。こちらをご覧いただきましょう。さあ、ユーストリーム大賞というのはこのユーストリームアジアさんが、主催しておりますね。メール送信エラーでメールが返ってきているお家とか、あ、それは大丈夫ですよ。こちらの方にとりあえず受信メールはないので大丈夫ですね。 OK です。さて、ユーストリーム大賞というのはユーストリームアジアさんが主催しております。単眼でしょうか。単眼というところもありますね。2012年面白かった番組を表彰するというそういうものなんですね。アワードといったところなんですけども、こんな感じになっておりますね。よいしょ。募集期間、この、つまりエントリーということになりますね。12月25日から1月9日まで、つまり明日までということになるんですけども、次戦他戦は問わないそうです。ユーストリームアジアさんの方から、行ってみるとエントリーができるということですね。で、ミキティさんも実はこの番組をなんか推薦していただけたということなんですけども、 iPad ではその広告出ないよ。あ、いいな iPad。 じゃあそれちょっと検討してみましょうかね。ドキドキドキということですけども、で、明日までエントリーできますよと。
で、僕はですね、自薦で自分で、この番組どうでしょうということで出しました。で、ミキティさんも、実はやってもらったということですね。そして投票期間が1月の11日からということになります。11日ですが、今週の金曜日と、今週の金曜日からいつまでっていうのは実はもう書いてないんですよ。そのユーストリームアジアさんのね、方なんですけども、1月11日からいつまでっていうのは書いてありません。 iPhone のユーストアプリも広告、あ、そっか、そういえばそうですね、出ませんね。要は組織票プリーズということ。いや、これがね、その一番票が多かったものが、対象ですよとは書いてないんです。だからその中から吟味してなんか選考委員の方がいらっしゃるんじゃないですかね。その方が決めるのか、あるいはその組織票って今ありましたけど、まあ単純に票数が多い番組が対象なのかもしれませんね。まあいろいろとひょっとしたら部門賞があるのかもしれませんけれども、まあ何らかの賞がもらえるならそれは嬉しいですよね。だから明日までということもありますので、ぜひ私も配信してるんだよねっていう方いらっしゃったら、明日までにとりあえず実践してみるといいかもしれません。もしかしたら誰かの目に留まってね、投票してもらえるかもしれません。レコ対方式で選ぶんですかね。あ、いろいろと物議を醸したなんかね発言もありましたよね。ギャラクシータブでも見てる、見れるけどコメントができない。あららら、そうなんですね。で、表彰式が1月31日に行われると。で、まあ、最初に言った通り2012年面白かった番組を表彰ということもありますので、2013年に始まった番組をエントリーしても仕方がないということですね。2012年に何らかの形で配信された番組ということになります。これがまあですから、それでも結構たくさんの番組あるわけなんですけども、まあ今も裏で KT ホームズさんやってますけども、おそらくあのあたりもノミネートされるんじゃないかなと思いますけどもね。どんな番組が、そのエントリーされるのか、用意しとかなあきません。そうですね、一丁来用意しとかねえ。ということで、こちら、スケジュール開けてお待ちしておりますということなんですね。まあ、あのオープニングでもオープニング前にもね、出しましたけれども、ユーストリームアジアさん、スケジュール開けてお待ちしておりますみたいなところです。31日は木曜日だからレギュラーはないってことですね。うん、そうですね、31日は木曜日ですね。ちょうどいいですね、ちょうど空いております。塩ビ服ないですよ、そんなもんないですよ。あ、ヨーヨー気まぐれさん、こんばんは、ようこそ。こんばんは。ようやく今週からようやく番組を見ることができますとおっしゃるのは浜内奈さん。ああ、よかったよかったね。ユーストリーム対象ぜひ11日から、まあ、もしこの番組投票してもいいという方いらっしゃったらぜひ投票よろしくお願いしたいと思います。エーデンデオさん、あ、なんか名前変えたんですかね。こんばんは、ようこそ。で、その投票方法がどうなるのかっていうのもちょっとよくわからないんですけど、まあ、それは多分ユーストリームアジアさんのサイトの方で、いろいろと説明書きあると思います。今度のとにかく金曜日から投票期間が始まるということですので、まあ、ぜひ、この番組いいなと、いいねと思っていただける方いらっしゃったら、ぜひどんどん投票していただくと大変ありがたいというところでございますので、ぜひぜひ皆様の、よろしくお願いしたいと思います。エイデンデオさん、ユーストとか実況用アカウント、あ、そういうことなんですね。なるほど、いろいろと使い分けてらっしゃるということですね。まあ、僕が、ナベッチ MC とナベコ MC、 あ、ナベコ JD か、というところと使い分け、あ、失礼しました。ということで、スケジュール開けてお待ちしておりますので、ぜひぜひ皆様の、まあ、ご投票いただける方いらっしゃったらぜひよろしくお願いします。メールの反応がないですな。ないですね。どうなってるんでしょうかね。確かに送信はできております。大丈夫ですね。うん。ということは、9人のその応募してくださった方の中でタイムラインに訪れてらっしゃらないどなたかが当たったのかもしれません。さあ、どうなる、どうなる。まあ、番組配信中にもし当たりが来たということでございましたらですね、一旦ちょっと急遽止めて、あのね、
おめでとうのセレモニーやりましょうかね。さあ果たして誰に当たったんでしょうか。まあ、僕は知ってますけれども、その方がタイムラインに反応あるかどうかっていうところもちょっとね、当選の発表は商品の発送をもって返させていただく、そういうことになってしまうかもしれません。今日果たして来られないかもしれない、あるいはこの中にいるのに、反応してないだけかもしれません。楽しみですね。果たして誰に当たるんでしょうかね。ということで、今日2本目のニュースはすでに実践しました。ユーストリーム大賞11日から投票開始ということでね、皆さんの番組あるいはこの番組あるいは Wii とか、サンデーユーステーションもひょっとしたらどなたかが多選してるかもしれませんけども、さあ果たしてどうなることやら楽しみですね。プレゼント贈呈式は大きな金のキーが手渡され目録ってやつですね。さあ果たしてどうなるんでしょうか。非常に楽しみでございます。というわけで今日のニュース2本まとめて、新春ドーンとプレゼント、当選者は誰に、もうすでに抽選は済んでおります。そしてユーストリーム大賞11日から投票開始、ぜひ皆様のご協力よろしくお願い申し上げます。はい、というわけで今日のニュースでございました。では今日のテーマ参りたいと思います。47人、だいぶ増えましたね。 MWAM さん、こんばんは、ようこそ。アイコン可愛いですね。では今日のテーマこちらです。ウキウキドライブ218号線山登り23、こちらが今回のテーマとなっております。非常に楽しみとおっしゃる方、ウキウキなんておっしゃる方もいらっしゃいましたけども、どんなところになるのか、早速地図をお送りしましょう。こちらでございます。今回は道の駅ウキ、こちらをスタートいたしまして、大和町経由道の駅高千穂行き、一気に熊本県を抜けて宮崎県まで行くということになります。今回の地図こちらでございます。どうぞお納め遊ばせ。はい、さあ、今回はですね、この、有明海側の熊本県ですね、道の駅宇城ですから、宇城市と宇城市松橋町からのスタート、そして大和町経由の道の駅高千穂ということですね。この番組でも、何回か出てきたようなところがあったりだとか、こっから曲がるとあの道ですよとか、そんなところがどんどん出てまいります。師匠さん、お昼休みはウキウキウォッチン。そうですね、お昼休みにぜひ皆さんも走ってみてください。なかなか意外にいい道なんです。国道218号線ということになっております。では23時22分となりました。早速参りたいと思います。過去には元西武のデストラーデさんが MVP になった時、自動車のどでかいレプリカキーを車に刺そうとガンって言ったんですね。 iPad から見てるからナベッチが広告でき、で切れることがない。いいことですね。ジョイそうですね、はい、そのあたりも含めて楽しみにしていただきたいと思います。それでは参りましょう。ナベッチカー23、今回は宇城市松橋町道の駅宇城の前からのスタートとなります。それではごゆっくりとどうぞ。12月29日土曜日です。つい先ほどスマイルアベニューのスペシャル生放送を終えてメール来たと思ったら、熊本市の災害情報メール、宇城市松橋町です。災害情報メール、右側になんかあるの、道の駅宇城三三宇城っ子、それそっちの方が気になりますね。どっちかというと有明大戦初日でしたね。カー23は有明大戦、国道218号線、山中さんのここが起点になるんですけれども、ここからスタートしたいと思います。12月29日、僕の仕事納めの日だった日ですね。松橋バイパスです。スマイルアベニューの4車線化されたっていう、ね、土曜日のスペシャルの生放送の後に、なんですが、しばらくの間は片側2車線のなかなかいい道が続いてるんですね。師匠さん、29日仕事してた。僕も仕事してました。先週のカーツ3で初めてご覧になった方は、夜しか走らないのかって思われたかもしれませんけどね、ちゃんとお昼走ります。しかも天気がいい45人ですね、こ
行楽に行く方ももちろんでしょうけども、お右1月4日に福耳の出前放送があった浮祭館や、あ、そうですね、かなり道の駅ガソリンスタンド33浮子浮祭館です。締め縄を買ったりする人とかね、いっぱいいらっしゃいます。でしょ、いい道でしょ。この日は京葉線の発電と臨海と臨海線の発電乗り継いでビッグサイトという名の線路。おお。すぐ右側には松葉瀬インターチェンジです。はい、松葉瀬インターチェンジ右側です。鹿児島方面に行くときは大抵ここのインターチェンジを利用します。そうなんです。あ、書電って言うんですね。知らね。インターを過ぎても少しの間は知らね。片側2車線。俺絶対じゃないもん。なんですが。災害情報メールの中身は南区にて火災警報器が、へえ、わ、心配ですね。南区っつったって結構広いですからね。素直にコミケといえばドライコンディションの道路でスタッドレスタイヤを酷使する、まあそういうことになりますね。確か高速高千穂号はこのルートで運行されている。国道218号線を走行中です。はい、ここからは片側1車線です。いい天気です。46、7人あたり。いい空でしょ。冬至を過ぎて間もないので、なかなか気持ちのいい一日だったんですよ。すね、ジョイフル見逃したってことになる。今日の中盤の方ではかなり暗くなってるんじゃないかと思います。ある意味死のまあまあまあ、なるほどね。今日ちょっと私鼻水が結構出ておりまして、ただこの2、3始まってからなかなか鼻水が出ません。解放に向かってるのかもしれません。山間部凍結の恐れ、通行注意。29日仕事納め、されど消防団年末夜景勤務から。外気温が年末恒例って感じがしますね。これでずっと高千穂まで、確かに高速高千穂は乗り応えがあるはずだ。そうなんですよ。ちょっと暑いって感じるぐらいです。今日でようやく11月22日からの無給連勤、はぁ、1ヶ月半ぐらいってことですか、無給連勤。LC さん、お体を大事にね、体を休めないとね、大変ですよ本当に。師匠さん、オイラが五ヶ瀬川水系に釣りへ行くときは大和まで445を使うから走ったことがないな。そうなんですよね、熊本市内の人からすると意外とこの218号線って使わないんですよね。萩尾ため池という大正時代に作られた農業用のため池がございまして、ブラックバスやら、コイやらが釣れるスポットで、あ、左側ですね、それがあるんですよ。左側に池が見えます。私もくしゃみ連発&鼻水ダラダラだった。今は楽になったけど、池というか湖というか、左側に見えてまいりましたね、萩尾大ため池。うちも12月25日から1月5日まで無給連勤、ご苦労様でした。大変ご苦労様でございました。バスに来いですとじるり。あ、そうだ、今日久しぶりに空から日本を見てみようプラスをリアルタイムで BS ジャパンで見ることができました。相変わらずのゆるっとした番組ですけど、僕はあれ好きですね。いつかね、ナベッチヘリ23なんてのをやってみたいですけどね。相当金がかかります。城南小川方面、この県道32号線です。そのためにこの番組を見ることができませんでしたね。延岡までは124キロあります。高千穂70、道路沿いだけでなく実は奥の方に、そうなんです、もっと奥の方にあるんですよね。結構広い池です。お送りした地図でも確認できるかと思います。誰かが放流したブラックバックス、生態系が、そうなんですよね。この辺りは旧豊野町の、何でもかんでもそのキャッチ&リリースすりゃいいってもんでもないんですよね。宇城市豊野支所右側です。旧豊野町、
の役場があったところです。今日はしかし東に向かっておりますので、あ、西郷島村さんだ。いいですね、とっても景色がよく見えます。へえ、延岡から福岡に行くバスがここを通るんだ。めっちゃ遠回りですね。あ、高速に乗るのかな。ブラックバスをリリースせずにいいとする動きも、そうですよね。はい、延岡まで100キロ超です。結構遠いんです。豊野町は村から町になってあまり立たずに浮き市になっちゃう。そうでしたね、豊野村から豊野町になって、なんか自治体のサクセスストーリーみたいな感じですけどね。雲の感じがいいですね。なんかブラックバス、みんなで食べれば美味しいよ。お分かりいただけますよね。私も鼻詰まりが、ただハウスダストも絡む。我が家もそうです。ハウスダストも絡んでおりますね。そしてタンが絡む。あ、お食事中の方申し訳ございません。てなところなんですよ。結構ね、いろんなものが絡んじゃって大変なんです。そうですね、松葉線インターから、あ、やっぱそうなんだ、なるほど。まあでもね、延岡も実は高速道路というか、高規格道路というか自動車専用道路というか、つい最近ちょこちょこっと延伸されましたんで、あ、でもそっか、まだ便利じゃないな。ほんのちょっとですけどね、時間短縮にもなるかもしれませんけど、いいですね。まあそうですね、でも陸の孤島と言われておりました延岡、あと 4,5 年すればだいぶ環境は変わってきます。いいな。とはいえ宮崎の方とつながるんですよね。大分の方とはなかなか途中でね、できてないところがあるんですよ。次は鹿島町内に九州横断自動車道延岡線の橋脚、そうですね、橋脚はできてるんですよ。なかなかね、それが開通までは至らない。2018年ぐらいに確か食肉赤牛、矢部まで通じるんだったかな。この辺りはなんかそういうのを牛が特産、ね、ウィキペディアかどっかで見た記憶があります。あるいは熊本経済、たまらんですね。熊本経済何がいいかってね、そういうその道路の進捗状況が結構ね、カラーのグラビアで出たりするんですよね。ジュルル、ただサイトの方のジャパンって言ってますけど、そうです、肉のジャパン、肉のジャパンですね。ヒゴバサシ、ナベッチのポケットマネーで作りました。ですね、1メートルもできないと思います。合計視聴数100を突破です。ただ、視聴数、同時視聴数が現在のところ47、ちょっと最近少ないですね。この辺が馬刺しの名所なんか、馬刺しの名所っていうわけでもないですけどね。さあ、ここからは三里町に入ります。結構そういうお店が多いんですよね。結構この三里町って、はい、三里町に入ります。町なんですよね。美しい里と書いて三里。わかり始めたマイレボリューション。パワーウェイトレシオの、高い車なら県道11号経由でスイスイ走るのですがね。はい、そうです、プタンさんのおっしゃる通り、おがっちのふるさとや、まあ、これ熊本県民向けですね。三郷町、友知町ですか、友知ですか、ですね。元共演者です。さあ、民家が立ち並んでおりますね。国道218号線、なかなかいい道が続いていきます。前方にはだいぶ九州山地です。見えてきましたね、山並みです。昨日は雨が降っていて、雲で覆われていたんですけども、今日はくっきり見えますね。3333段を登雲も薄いので1回登ったことがあります。遠くの山々も見えます。新入社員として入社した某会社の、新入社員研修の時に登りました。
上りはいいんですよ。近くの山よりもやっぱ一つ帰りのね、この下るとき足に負担がすごいかかるんです。本当に険しい。行きはよいよい、帰りは怖い。まさにそんな感じ。アイリンさん、そうです。ワカットランドのオガッチ、そうです。険しいところ通ってるんですね。お持ちなんですよね、あの方はね。県道じゃねえや、国道。元共演者です。あんなとこ通ったらそりゃ国道だわな。3333ステップス懐かしい。右側に行きますと5678友地の庁舎ですね。三郷町役場の3333段をうさぎ飛びですと。宮殿のような作りになっているということですね。でもそれやったら相当すごいですよね。その前に膝がやられるっていうところもあるかもしれません。ホームドラマチャンネルで見ています。おお。ガソリンスタンドはそうですね、全国見れますもんね。車がもう旧遊園鉄道の終点や戸町、戸町で、3333段ということは、タッデタッデタッデタッダ校舎の方です。こだわっとトゥグ昨日走ったらですもう偉いし久しぶりやりましたね。こだわっとトゥグ一昨日洗車したばっかりなんですけどね。デッドコーティエン手番号タッバタッゲタッベク右の方に行きますと県道105号線カントリーパークと書いてあります。県の農業公園ではないんですけれどもカントリーパーク。最近はウサギ飛び NG ですね。そうですね、よく言われますよね。似て12年ラット日のだいぶ傾いてきている。そうなんですよね、スマイルアベニューの生放送が終わったのが1時、その後家に帰ってそれから車に乗ってここまで来ておりますので、もうすでに2時半とか3時とか30ぐらいになってるかな、ぐらいの時間帯です。3333段でアホにもなりますな。そか、1,2,3 懐かしいですね。もう今やね、世界の鍋圧から、今度は桂三度という名前に変わっております。さあ山がだいぶ近づいてまいりました。近くに見えてきましたね。麻生交通さあですね、そういうことです。副総理にね、就任しました。鍋〇〇は天敵。鍋〇〇なんでしょう。選挙が終わったんでもうこれも解禁です。もう伏せ字にしなくていいですよ。もう大丈夫ですよ、選挙期間は終わりましたからね。3333段は、小学校入学前に登った記憶がやたらでかいミミズがいてびっくりした。うわ。西武島村さん、登る予定がなかったのに成り行きで登りました。3日間、そう靴が取れないんですよね。大変です、急に言うと。麻生閣下会議。麻生です。副総理に就任しました。外交はお任せください。なんてところもあるのかもしれませんね。急に鬱蒼としたロシアに行きます。常と聞くと、あ、常と続くと何でしょう。これを超えますと、ああそういうことか、そっちの方ですね。なるほど。ちょっと前に2-3麻生太郎国務大臣を再び拝命した麻生交通です。恋人の聖地麻生交通です。二股五失礼いたしました。これがあるわけなんですね。さあ前方右に行きますと国道443号線との合流点です。左側が国道です、443号線。ここでお別れです。で、ちょっと前にご紹介した二俣五橋、二俣橋ですね、あの恋人の聖地と言われているあの橋、恋人の聖地すぐそこ入り口って書いてあるんですね。あのハート型になるってやつですね。あれがこの左側に行ってすぐのところ曲がっていただくと行くことができます。降りてきてそのままマイクロバス運転。うわぁ、大変でしたね。そうです、高砂三船方面ですね。国道のにかかる九州の道路事情は私にお任せください。古賀さんなき今みたいなねところかもしれません。カーブの先にある橋ですね。3日間でまだまだお若いと。なるほど、そういう捉え方もできるか。コスモス来た。社会院側にかかります。はい、この左側です。左側にその恋人の聖地。
二俣橋があります。橋があります。さてどこかで見た区間に進入。そうですね、今ここはですね、国道443号線と合流しております。おにぎりは1個しか表示されませんが、このカーブを越えますと国道443号線、日本一の石段方面、まあさっきのところからでも行けますが、ここからでも行けます。443号線、日本一の石段方面です。かなり狭いです。黒四郎さん、道路鉄道どういうことでしょうか。7区の誠ちゃんはそうなんですよね、引退されましたからね。サイバーさんもおっしゃってましたけど、利権利権って、まあ、確かにそういう側面もあるけど、でもちゃんとね、選挙区に利益をもたらすっていうのは、まあ、本来必要なことではありますよね。そこに必要かどうかっていうところはもちろんありますけど、大事な要素の一つではあるかと思います。熊本ね、そういういわゆる力を持った政治家さん、そういう力を持った人というのは少ないんですよね。信夫さんこんばんは、ようこそ。今日は218号線で宇城から東に向かっております。48人、なかなか50人を超えませんね今日はね。木々はもうね、落葉しきっております。収録日は去年12月の29日、去年最後の土曜日です。スマイルアベニューの生放送終わった後、仕事納めの後に行っております。島村さんというわけでありまして、今日はこの辺で休みます。なんか明日早いそうですね。どうぞごゆっくりとお休み遊ばせ。ちょうど50人突破です。選択肢はそれだけ。標語はかなりの字余りでした。まあ確かにそれだけじゃないじゃないですけどね、それもまあ重要な要素ってところはあります。29日収録ですが、忘年会に行く準備してる時に、あ、そうなんですね。あ、そうだ、僕この収録の後忘年会に行きました。そういえば出戻りできないロックのポッポ弟はどうなるか。あ、ポッポね、ポッポ弟、そうですよね、どうなるんでしょうね。あ、でも自民党に復党したっていう話聞いたんですけどね、確か。霊体鏡まで7キロ。で、兄はリスペクト、まあ、引退というか、すごいですね、出ないっていう道を選んだんですよね。車の整備に当たるということなんでしょうかね。もうテーマソングはネズミ先輩でしょうけどね。あ、そう、友太郎さん、この日は誕生日でした。上がってまいりましたが、まだかなり日は経っておりますけれども、改めましてお誕生日おめでとうございました。おめでとうございました。さあ、だいぶ山に入ってきたなっていう感じがしますね。これからどん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 登っていきます。でもたまに下ったりして、これが山道の面白いところです。時折のど飴をかませていただきます。今日はのど飴豪華なんですよ。味覚糖のど飴 EX、 これはちょっと前から使っておりましたけども、その他にもこちら龍角散のどすっきり飴、しかもカシス&ブルーベリー入り、ここ最近のちょっとハマっております。今日はちょっと割とブルーベリー取りすぎたんで、ちょっとそれはセーブして、こっちのプロポリスロイヤルゼリーの入った EX の方で行きたいと思います。やっぱ喉も大事ですからね、鼻風邪ではありますけど。のど飴コレクターナベッチ、そうですね。そういうことになるかもしれませんね。 NCN NCC だったら長崎文化放送ですけどね、 NCN どっかのケーブルテレビみたいですね。プロおすすめののど飴ですね、今度買ってみよう、ぜひ。まあプロだからってわけじゃないですけどね、まあプロポリスも入っております。EX、なかなかともち水道です。神田さん、チワース、チワース、今日1本目のトンネルです。ともちトンネルです。これともちっていうんですよ。
2つだけ、これで決まり。そうです、この2つの中からでございますね。さあ、徐々に、なんか空が近くなったような感覚ありますよね。これは結構新しいトンネル、そうですね、さっきあの弓道らしきものが右側にありましたよね。トンネルを抜けた先のこの辺りは結構、看板が古いです。でも信号機は新しい。2本目、三郷町二和田を通過です。どんどん坂を登っております。右折レーン、そうですね、ありましたね。黒城さん、よくご覧になってらっしゃいます。お見事。さあ、どんどん進んでおります。友知小学校、友知中学校がこの右折した先にあるという看板ですね。結構家並みが、そうですね、続いてますね。田舎の国道沿いの風景、まさにそんな感じですよね。動画の中の僕の言ってることに同感まあ同じ人間ですからね。左側に三郷町役場の友知庁舎があります。ちょっとこう小高い丘の上にあります。永代橋まで2キロ、通順橋18キロ、まだまだ距離があります。永代橋はこの後この校庭の中にあります。ちょっと時間がなかったんで、止まってゆっくりっていうことはなかったんですよね。国道445号線、ここから右に行って、そうです、あの酷な道を、あの酷な道、国道、ここから右です。445号線です。でここからは445号線が合流します。緑川ダム、まだでござるか、まだでございますね。それはまたおいおいということで。とっても通りやすい。ちなみに NCN は日本テレビケーブルニュース、日テレニュース24、西でこの道も実はおこべ村というのかな、コミュニケーションネットワーク、日本海ケーブルネットワークがある。そうなんです、いろいろあるんですね NCN。 後ほど通順橋のちょっと手前あたりのところでまた分岐するということになります。やっぱね、アルファベット3文字って結構いろいろありますよね。西おこっぺ村だ。そうだ。ご覧の通り、おにぎり2つ。その読みを聞くと、ああって思いますよね。ありがとうございます。西おこっぺ。西おこっぺ？おら、西おこっぺ。失礼しました。山登りと言いながらも、たまにこうやって下るところがあります。マロダンさん、こんばんまで遅れました。遅ればせながら、明けおめことよろですか。明けおめことよろでございます。どうも。当地で右折レーンのない片側3車線が、交差点付近に右折レーンを設置し、前後は片側2車線化されて渋滞が減った。へえ。面白いですね。業界内ではキャリーパミュパミュを CPP と略しているらしい。TPP じゃないんですから、CPP。まあでも CPP の方が言いやすいですね。キャリーパミュパミュ。霊体橋であります。あ、霊体橋見えてまいりました。と言っても残念ながらその石橋は見ることができません。この左側にあるんです。石橋の里なんですね、ここはね。すぐ横にあります。以前は国道として使われていたんですけども、現在はそのすぐ横に、はい、インフォメーションです。霊体橋、現地には霊大橋と書いてあるんですけども、単一アーチ式の石橋としては国内屈指の大きさです。中国の古典孟子の文王による霊体建造の話に由来しております。そこから霊体橋と言われるようになったんですよ。 OPP じゃないんだ。お腹痛い。上りになります。あ、霊体、この霊じゃありません。ありますね。西小コッペ村か、釣りに行ったことがあるけど懐かしい。今日2つ目のトンネルです。なかなかトンネルが結構出てきます。船津トンネル、これを越えますと大発の販売店、
けますと、スズキの販売店もありますね。車線です。そしてこうやってね、まあ、譲り車線とも言われる上り坂の車線であります。別に抜かれる対象はいなくてもこっちに入ってしまうっていうのが、なんとも。この後もう一本トンネルが、ドラえもんの声を真似て言うと言いやすいとか、キャリーパビューパビュー。そうですね、グフフですね。大山信代バージョンの方がいいんですね、これ多分ね。さあ、船津に続いては、はい、3つ目のトンネルです。この時期の218号線は相人気があって好きなんです。紅葉が終わってグレーの山の感じ。ああ、なるほどね。紅葉だけじゃないと、山の楽しみ方、さすがですね。マロダンさん、マロダンさんさんですね。さんが一つ、抜けておりました。ボンさん、心落ち着く山登りドライブ、ありがとうございます。ぜひぜひ実際に走ってみていただくと大変楽しめると思います。右側の緑川ダムで1月13日にどんど祭りありますよ、毎年。おお、いいですね、どんど祭り。どんど屋行ってないな。僕小学校の頃、あの上等小学校でよくね、どんど屋あってて、餅をこうね焼いたりとか、あるいはあのあれなんだったっけ、しめ縄。そう、しめ縄、来週お送りする中で久しぶりに車に締め縄つけた人を見ました。最近ないんですけどね、2台見ましたね。ただね、その締め縄のつける位置がちょっとまずくって、ナンバープレートを隠す形でこの締め縄がついてたんですよね、車に締め縄。緑川ダム、熊本でダムカードをもらえるのはここと龍門のダムのみです。収集壁に火をつけますね。ここは赤バスの影響、そうですね、営業エリアです。どんど屋で焼いた餅には砂糖醤油、あー砂糖醤油いいですよね、砂糖醤油食べたな、小学校の頃、懐かしいな。あれを食べればこう無病息災でね、その年1年元気に過ごせるというようなご利益もあったりしますね。50人前後行ったり来たりの視聴数です。合計視聴数129まで来ました。20年ほど前は新四つ木橋際で正月飾りは、そうなんですよね。最近はもうあの辺り、その河川改修に伴って結構工事も行われていて、最近ではなかなか売りに出されないんですよね。佐藤の醤油って、その佐藤じゃありませんよ。雑貨さん好きですよね、そのネタね。魚くんみたいなもの、ものなので呼び捨てで構いませんよ。そうなんですね、魚くんさんってやつですよね。LC さん、自分で自分の首を絞めています。最近車用締め縄つけてる車、そうですよね、ほんと久しぶりに見ました、宮崎県で。内大臣協といえばもう来週どこやるかっていうのは分かりますよね。やっぱり標高が高いせいか雲がかかってるところがありますね。テレチーテレ、そうですよ、今年初配信は明日です、チーテレ。だいぶ交互期待、車の数が減ってきました。ひたすら上りです。ひたすら上り、ひたすら山をめがけて走るという218号線。ひどい道、国道というわけでもありません。わかりません、わからないです、仕方ない。こちらの車線も日照期と締め縄つけて初日の出暴走に行って、そんな旧世代のヤンキー見ない、見ないですね。あの締め縄はなかったですけど、日照期振りかざしてっていうのは先週のカーツ3の最後の方でご覧いただきました。でも整然と止めてましたけどね。ちいさんの天然が炸裂ですかね。そうですね、明日そうかもしれませんね。日付変更線が近づいてきたので、スマホユーストアプリで視聴に移行します。書き込みはなし。それでもご覧いただいて嬉しいです。浜野テナさん、高速バスだと厳しい、そうですね、特にあの延岡と福岡結んでるそうですけど、延岡行きは大変かもしれませんね。あ、でもそっか、延岡だったら登って下ってだもんな。どっちにしろ登って下りますね。ノブブさん、お先に離脱、どうもありがとうございました。
またぜひアーカイブももちろん残しておりますのでよろしくお願いします。共存しておりますこの道。さあ時刻は11時55分を回っております。まもなく日付変更線1月の9日になります。来週からならキッシュ遅れも、へえ、いいですね。さあオープニングのメールねえ、9人のうち誰に届いたんでしょうか。まだ反応は来ておりません。今抜いていった車もやはり、メールアドレスの方にも、特に何の変化もありませんね。雨や雪って結構ね汚いんですよね。そう、雪って結構汚いんですよ。車の後ろの方についた雪が溶けてむちゃくちゃ汚いことになってるんですよね。今日4本目ぐらいのトンネルです。ちょっと短い北の隧道、北のトンネルです。直接私に行ける距離の人に当たってたり、その可能性もありますね。なかなか走ってて気持ちいいですね。その可能性もありますねって、まあ僕はもう当選者知ってるんですけどね。車間距離を十分に。さあトンネルが続きます。さあまたもトンネルが見えてまいりました。そして車間距離をこうね、測るものも出てまいりました。ちょっと古めのトンネル、よろず坂トンネルというんでしょうかね。おそらく万ではなくよろずの方ではないでしょうか。LC さん、いや、休んでください。今度旦那と秋田に食べに行きますから。おー、いいですね。雪は塵や梅園を吸い込みますからね。綺麗だし、そうなんですよね。見た目の綺麗さに騙されて、実は結構汚い。結構ゴミや埃がこうついていて、実は大変なんですよね。友太郎さん、トン寝る。トン寝る。いいですね。評判が悪かった。トン寝る。ということで、トンネルを抜けるとそこは大和町でございます。熊本バス来た。そうなんですよね。トンネルの中で会いました。この後、熊本バスが休憩している姿をご覧いただけます。こちらも交互期待。トンドル。トンドル。トンドルか。ドルですね。ダラーの方ですね。旧矢部町。そうなんですよ。矢部町なんですよ。はい、一人減ってしまいました。あはバイミキティマルシーか、マルシーミキティ、トリンドル、トリンドルではないですね、トンドル、トンドルですね。虎之助さん、晩はようこそお越しくださいました。ナベチカーツ3、今夜は熊本県宇城市松橋町からスタートし、宮崎県の高千穂に向けて走行しております。もしかしてナイナイの矢部さんです。そうなんですよ。青木優奈。前方に見えてまいりました赤バスです。赤バスが休憩しております。これが熊本バスです。218号線共存しているということなんでしょう。以上、休憩する赤バスでございました。大和町誕生直前の旧矢部町に本物の矢部さんがロケで来てましたね。同じ名前ということでロケにいらっしゃっていたそうです。本物の矢部さん、あ、そうか、本物ですよね。いや、LC さん、うっきさせてよってなったことでしょうか。人生積んどる終わっとる、そんなことないですよ。これからです。これからだ。誰かのキャッチフレーズみたいですけれども、この辺が赤バスの終点かな、なのかもしれませんね。そして道の駅通順橋方面です。通順橋方面に向かいます。53人です。ちょっと増えました。何人か離脱されたにもかかわらず53、54、いいですよ。
いい感じ。いい感じ。失礼しました。気持ち悪いという声がどっからか聞こえてきそうです。54、5人です。いいですよ。このまんま7、80まで行ってほしい。道の駅まだ、でっけえ熊門ありますね。あります。最近ちょっと行ってないですけど、でも多分ずっと置いてあるんじゃないでしょうかね。作り物がね、わらか何かで作ったくまモンが、しかもなんか来たくまモンがいるんですよね。あ、12時回っております。1月9日水曜日、0時を回っております。あのまたぎみたいな感じでね、またぎみたいなくまモンが道の駅通潤橋の駐車場のところにおります。ローラ、うふん、ローラ、熊本、いい感じ。鮎の瀬回ってた、そうです。右側道の駅通潤橋へ、ここから右に曲がっていただくと早いです。近頃私たちはいい感じ。やっぱそっちの方ですよね。僕もパフィー世代です。ローラよりもこっちの方が僕は好きです。牧野トンネルです。割と新しい、そこまで年季の入ってない感じのするトンネルです。平成になってからおそらくできたんでしょうね。ウキウキドライブ218号線、山登り23、いよいよ大和町、まあ、熊本の一応この218号線でいうと一番東側の町に入っております。ここは道路の近くも新しい、そうですね。信号があっても押しボタン式ばっかりなので、なかなか停車することがなく、もうすでに16分回しっぱなし。そう、田舎の方に来ると割と 2,30 分回しっぱなしっていうのもザラにあります。さあ、前方見えてまいりました。道の駅通潤橋まで2キロです。道の駅通潤橋まで2キロ、445号線を通ってトンネルに悪いイメージが、まあ、すぐ近くにある通潤橋まで行ったという、そんな回がありました。ジョイフルだ。ん？コメリ？そうです、コメリあります。そして右側にジョイフルが見えます。コメリ来たー。プチアウルさん、こんばんは。ノンアルコールビールを飲みながらドライブ気分に浸りました。見る側もノンアルなんですね。矢部の建築によるんですね。あー、そうそうそう、矢部の建築いつか行きたいなと思ってるんですけど、なかなか寄る機会がないんですよね。今度プライベートで行ったらぜひ。お、皆さんジョイフル来たーと3人が、本家クタンさんもジョイフル期待いただいております。この信号も青だ。なかなか止まれません。右側は県道です。大和町役場方面、でまた丘を下ります。丘を下りますと割と民家が立ち並ぶエリアに入っていきます。合計視聴数150を突破しました。しかし同時視聴数50を切ってしまいました。止まらない。そうですね、なかなか止まらない。でここ橋があります。ここもあの橋がですね、ちょうどあの石橋っぽく作ってあるコンクリートの橋です。 JASS、 これも珍しい。じゃないわ、そっか、やっぱ都心に住む方からすると JASS も珍しいって感じがしますよね。ようやく信号停止。熊本三船方面445号線、こちらから左側です。というわけで445号線離れまして、単独218号線区間に入ります。さあ、国道445号線とお左側には大和警察署。大和警察署だって。大和警察署、ちょっとまた丘を登ります。神戸岡93、だいぶ近づいてまいりました。高千穂39。他の愛媛県の町にはあるのに松山市にはコメリがない。へー、でも松山市
あそこコメリ作るにはでも狭いですよね、松山ってね。右側、ここ松山自動車道を走ったことありますけど、ティラノサウルスでしょうか、よくできてます。結構ね、密集してるなっていう感覚があります。そこまで国道ではない区間の44号、そういうことになりますね。時の出し物なんだ。お別れだ、沖田館長、大和発進師匠さん、ここからは快適に走れる楽しい区間ですが、今夜はこの辺りで失礼します。皆さんおやすみ、あ、師匠さんどうもおやすみなさい。ぜひアーカイブの方も。バス停が変わった。そう、あの大和町のコミュニティバスが走るんですよね。だ、既存のバス停とその大和町のコミュニティバスのバス停が置いてあったりします。松山市のコメリのようなお店は大輝があります。大輝、初めて聞きますね。さあ、ここからどん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 山奥に入っていきます。3本目、山の都と書いて大和。さっきのバス停、宮崎交通のバス停に見えたような、あ、そうです、宮崎交通のバスも実はこっちまで入ってくるんですよね。熊本って他県のバスが結構入ってくるんです。宮崎交通しかり、南国交通しかり、そして西鉄しかり、路線バスが入ってくるんです。素敵な一日、山道大好き、よかった。友太郎さん、大輝株式会社は愛媛県松山市に本社を置くホームセンター業、住宅設備および環境設備製造販売企業である。かつて東証一部に上場していた。現在は DCM ホールディングスの完全子会社。あ、 DCM ホールディングスといえば、熊本で言えばホームセンター参考、ここも DCM の子会社ですよね。次の野尻交差点を左折したら円形噴水があるんですけど、隠れた、そうですよね。この円形噴水から、実は通潤橋の中を通る水が取られてるんですよね。うちの近所にも大和町があります。そう、大和町ってね、いろいろあるんですよね。山の都と書いたり、あるいはあの大和証券の方の大和、大和っていうのもあるんですよね。大和消防署、左側でした。ゴツゴツした岩の間を通り抜けていくという、そんな道も入っております。これはバイクで走りたいでしょ。結構ね、バイクの方もいらっしゃいましたね。円形噴水は、ホンダコテようできとる、そうですね。宮城にも大和町があります。宮崎県ということになります。いいですね。そして前方の山々、その山の山と山の間に雲が見えるっていう、なかなか幻想的な風景、これがいいんですよね。九州産地。この時期の円形噴水は隣に立っているイチョウの落ち葉で周りが黄色に染まる。へー、いいですね。素敵じゃないですか。僕も確かだいぶ前に、多分小学校の頃の見学旅行でここ見に行ったような記憶があります。佐賀にも大和町あるわ。また50人復帰ですと言ったらすぐ49人になっちゃいました。2台前の車がかなりゆっくり走っております。いわゆるマイペースです。聖なる山、聖山。大輝は関西、中国、四国地方、あ、逆だ、関西、四国、中国地方が中心です。あとは江南と西村ジョイ、両方とも知らんな。かなりマイペース。ジョイといえばこう潜在っていう感じがしますけどね西村ジョイっていうのもいいですね。潜在かチャラいタレントかっていうところですよね。サイレンの音が聞こえます。そう、佐賀の大和町、そうだ、合併で佐賀市になったんだ。そうそうそう、
マホロタンは探しのキャラになりました。大和とつくところに邪馬台国伝説、まあそういうところもあるかもしれませんね。九州説ってもありますからね。関東だとジョイフルホンダが有名かな。へえ、マッコイホンダなら知ってますけどね。西村ジョイ株式会社は、香川県を中心にホームセンターを展開する企業である。山形県山形市の同業者ジョイとは資本人材を含め一切無関係である。古いトンネルが見えてまいりました。ゆっくりだソギャンです。山谷トンネル、あるいは山谷トンネル、ここは結構明るくていいですね。だからといってライトたかない車はどうかっていうところはあります。すれ違った車かなり積載が多かったですね。あれスピード結構出てましたから。円形噴水マニアもやっておりますが、熊本はここと植木にあります。さすがすごいな、そんなところに。へえ、丘を越え、またいらっしゃるんですね、円形噴水マニア。すごいな。ちょっとした土地の広いところに出て、また登って、その繰り返し。山の合間を走っております。貫いております。大和町を走行中。まあ、九州のへそとでも言うべきでしょうかね。ぽっかりとその穴を見せています。京急 MPB さん、こんばんは、ようこそ鍋地下2-3。今夜は熊本県松橋、宇城市松橋町から宮崎県の高千穂に向けて走っております。山登り2-3です。ぜひ地図をご参照あれ。実は山側にもあります円形噴水。へえ、高知駅の真ん前に港南があるん。へえ、さすがに JR や土佐伝で来て大荷物を持って帰るチャレンジャーはいない。川内トンネル、あるいは仙台と、仙台じゃないか、川内トンネルですよね、きっと。この心地よいスピードがいいな。よかったよかった。愛知県のホームセンターは株式会社カーマですよ。中部地方、東海北陸を地盤とする DCM グループのホームセンター。まあ、DCM ってやっぱそのホームセンターのまあチェーンということなんでしょうね。熊本で言えばさっきも言った通りホームセンター参考がこのDCM グループの一翼を担っております。前方滝が、これ見えるかな、今もう見えなくなっちゃいましたが、あの橋の下の方に見えたんですよね、右側の橋の名前、竜宮大橋。どうだ、竜宮大橋です。動画には映ってない、残念。この左側にね、滝が見えます。感じられたんですよね。滝が見えます。日本の方が疲れています。実際にご覧いただければ、固まっています。クーラシ快適カーマっていう CM。 へー、日本の方が固まっています。失礼しました、滝だけです。熊本のホームセンター参考は現在大輝株式会社との傘下と来た。高いところまでやってきました。あ、そうなんですね。前方また青空が見えてきました。 DCM からじゃあ外れるのかな、違うか、DCM の中でさらに大気の下ってことなんでしょうかね。さらにどん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 登っていきます。田村まさか、固まっています。プリンも冷蔵庫で固まっています。ああ植木じゃなくて山形だったかも、記憶違いです。いいんです、いいんです、その辺は分かんないです。右側がフィッシングパークとあります。山間に行くとやっぱりこのフィッシングパークっていうところが結構あるんですよね。大分の方にも確かありました。そして鉄橋、鉄橋といいますか、まあ、新川鶴橋、こういう橋いいですよね、味わいがあります。大輝株式会社の子会社として DJ グループ、あ、そう、 DJ グループもあります。あ、現、そうか、現在の DCM グループの一員と書いてある。おー、なるほど。
さあ山道をどんどん登っております。まあ、山道とはいえ結構いい道路でありますね。ということはもう間もなく宮崎県ということになります。大和町の看板がありました。もう間もなく宮崎県ということになりますが、村ですね、もうちょっとあります。もうちょっと、そうですね、旧清和村です。清和文楽村まで2キロ、清和高原天文台まで10キロ。もともとは九州産工グループの一員だったが、イエローハットに全株式を譲渡した。しかし2008年3月、同社は市場が異なり相乗効果が少ないとの理由でホームセンター大手の大輝へ株式譲渡を発表。元山なんてあれなんですよね、ホームセンター参考があり、その横にはイエローハットがあるっていう、そういうところがありますね。さっきから同じ軽バンが前を走ってますな。九州のへそ大和って看板、そうですね、ありますね。さあどんどん登っております。そしてどんどん橋が、あのぐねぐね曲がった橋が増えてきました。カーブを描きつつ出ました、道の駅清和文楽村まで1キロです。道の駅清和文楽村、村っていうのがあのビレッジの村ではなくて、上に口書いてあの色っていう字のあのちょんちょんっていうのを書かない、それでこう村って言います。まあ、詳しい表記方法はこの後出てまいります。前方右手に見えてまいります、道の駅清和文楽村でございます。見えてまいりましたね。前方右手に見えるのが、まあ、物産館の施設、あ違うか、もうちょっと先だ。 A コープがありますね。 A コープっていうのはやっぱなかなか都会にはないですね。この道をヘリで空撮して We are the champion を流したらそのままスイフトの人が、そうですね、そうですね、あ、トモタロさん、トモ、トラノスケさんだ、トラノスケさんの書かれた、そうです、これが道の駅清和文楽村の村という字です。蕎麦文楽、そして右側前方見えてまいりました、あれが道の駅清和文楽村であります。物産館が手前の方にあって、白いテントのところ、これが常設なんです。奥の方にその文楽をやる舞台があるんですね。物産館、なかなかそういう道の駅はないですね。もともとそういう施設だったのが道の駅になったという考え方の方がいいかと思います。そういう場所なんですね。また JAS です。九州のへそ、うん、田舎に行くとそういうのが結構多いんですよね、 JAS です。で逆にエネオスが少ないというか、まあ時折ポンってある程度ですよね。ここにはエネオスがあります。館長の獅子奮迅ぶりには頭が下がります。素晴らしい。まもなく収録開始1時間です。宇城市松橋町からちょうどまもなく1時間です。今日も一気に宮崎県に入りそうですね。この勢いですと、カー23のロケっていうのはだいたい1回の収録時間、この動画の時間が1時間半をあまり大幅に超えないようにっていうのを目標にしています。少なすぎるとこのスタジオでの展開をいっぱいしないといけないし、長すぎると何にもできないということになっちゃうので、そういう意味では運転しつつ、そして動画の時間も考えつつなんていう、いろんなこうちょっと頭の中の体操といいますかですね、頭を使ってやっております。助手席の女神様が飽きる時間はいかほど、この時は助手席は女神様はいらっしゃいません。ああそうそう、左に曲がるとあそうだ、そうだ、いうことです。絶対に行きません。まあ女神様、あの
喋っていいんだよなんてことを言っていたら、うん、また行きたいって言ってくださいました。すごい一人で行ったってことを言うと、すごい寂しそうな、感じです。のろけかよ。その通り。私のハートを取られた。なんてことを言ってると43人まで減ってしまいました。ザカさんごちそうさまです。動画ではちょっとわかんないですかね。女神様声をお聞きしたいです。汗汗。今日は残念ながら聞くことができないんですね。でもアーカイブの方には残ってるかと思います。先週のだとかその前のやつだとか。またのろけだ。どうも失礼しました。一人ドライブ寂しい。たまにはいいんですよ。たまにはね。なかなか毎回のようにスケジュールが合うとは限りませんからね。懐かしいですね。プクプタンさん、それあれですよね、華原朋美バージョンですかね。桃の天然水、懐かしいな。のろけるきっかけを作って申し訳ない。いいんです、いいんです。ソギャンです。桃、一人で秋田から熊本までドライブ。寂しいでしょうね。寂しいどころかしんどいですね。事故のないように2時間に1回休みましょうっていうことをよく言われますよね。ちょうど2-3 の収録1回につき、1回休むというような感じですね。2本撮りしようなら1回休んで、で目的地についてもう1回休むっていう、そんな感じになります。どん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 登っております。2台前の車はエネオスのタンクローリーといったところですね。秋田から熊本でまでと聞いてルートを考える楽しみが、そうですね、まあそれは確かにそうですね。で、何年か前だったら民主党政権でね、1000円高速の時もありましたから、いかに首都高速を通らないかっていう、そういう楽しみもあったかもしれません。あ、ここで一旦休憩のようです。エネオスの車が自らが遅いということを察してか、左の方に側道に抜けてくれました。ありがとうございました。エネルギーを素敵に、エネオスの提供でお送りしたいな。天然酵母のパンいいですね。まもなく県境が近づいてまいります。北陸道を通ります。そっか。さあさらに上りです。その際は本当に気をつけて、今日は気温が高いからいいんですけど、十分に休憩をとって、で周りの車が暴走運転しないとも限りませんからね。そういったところも気をつけて。エネゴリ君の提供でお送りしております。そう、時間に余裕が。小高い丘を越えております。本当に山間部、時折見える旧道らしき道。ブルーベリー農園。そうです、下りです。ブルーベリー大好きなんです。山登りと言いつつも時折こうやって結構な下りがあったりします。ヤマタのコマーシャルとかで出てきそうですよね。で下っていくと急に現れるパチンコ屋っていうのがいかにも熊本らしいですね。やってるのがありますよね。と言っていたらば急に出てくるのがパチンコ屋さんです。同じことを言っております。こん
な田舎にもあるんですね。そりゃそうですよね、同じ人間ですもん。突然のパチンコ屋さん。国道265号線、あの国道として名高い。さあ、九州最強国道として名高い265号線と間もなく合流です。と言ってもこれから交差点合流しますけれども、そこから左の区間は全く酷な道ではありません。まあ、路面凍結などは多々ある道ではあるんですけども、左側はそんなにひどい道ではありません。すげえ、こんな山奥で客が来るの。そうなんですよ、まあ、熊本人はやっぱり好きなんですかね。僕はそんなに好きではありません。山道なので意外と路面が、そうなんですよね、意外といいんですよね。さあ、265号線、九州最強の国道と合流です。そよ風パークにアクセス、そういうことですね。左に行っていただくとそよ風パークです。高千穂まで20キロです。まだ道の駅スタンプはありませんでした。ついこの間行きましたけど、ありませんでした。さっきのエネオスのタンク車は行くんでしょうかね。さっきのエネオスね、ここに行くんじゃないでしょうかね、おそらくね。で、すぐ265号線とはお別れ、椎葉方面、波原。あ、もう宮崎交通のバスがここに入ってきてますよ。はい、ここ次の交差点右に曲がりますと、その椎葉方面、あるいは五ヶ瀬ハイランドスキー場方面です。あの国道です。そうです、九州最強の国道。この交差点を右に曲がったところがその265号線ということになります。小林椎葉方面、これが長い道路らしいんですよ。まあ、この265はいつ行くか、まだちょっと未定です。ですが、まあ、2-3 をやってるうちには必ず行くことになるかとは思います。その際にはユーストトップに乗っけてほしいですね。ぜひね、シーバクルーなら覚悟決めてこいって、あのルート265、そうですね。スキー場あるんだ。そうなんですよ、五ヶ瀬ハイランドスキー場と言います。宮崎県ですね、五ヶ瀬。その前に202をリクエストが来てますね。前方右手、まみはら小学校の学校林、学校が管理する林ということですね。ラスボス、そういうことですね。ラスボス級、そうか。九州の最もひどい道、国道265号線、いつか行くことになると思います。さらに標高高いところに高いところに登っていっております。上げようがないというところですね。265と、まあ、重なり、そしてまた分岐し、そうするともう大和町の真見原を越えておりますので、いよいよ県境越えということになります。もうそろそろ宮崎県のはずです。一般道だと体力持ちませんね。車中泊は HP 回復しませんし。HP、 そういうことですね。確かに HP、回復しないでしょうね。回復して2とか3ぐらいしか回復しないでしょうね。その代わりにお腹がすくっていうね、トルネコ方式ですよね。まだまだ登ります。ポスターが残っています。で、たまに下ります。3歩進んで2歩下がる方式ですね。お土産は無事故でいいの、ポスターというか標語はよく見かけますね。あ、またどうぞ熊本へと書いてあります。さあ、いよいよ熊本県を脱出します。熊本県から脱出です。大和町長崎、下手すりゃダメージ受けてるんじゃないかそうですね、まもなく熊本県を抜けて、ずっと同じ姿勢でね、固いところに寝るわけですからね。もう入ってますね。この橋を渡りますといよいよ宮崎県です。民放テレビが2局しかない宮崎県に入ります。標識で隠れております。
宮崎県五ヶ瀬町に入ります。五ヶ瀬に入ってますよ。五ヶ瀬、失礼しました。バカですね、我ながらバカですね。五ヶ瀬に入りますと一気に下りです。やっぱあの県境、一番高いところがこう県境になってるんでしょうかね。もう山登りではなく山下り2-3になっていると言った方がいいかと思います。氷向か神話街道と、そう、氷向か神話街道ってこの218号線はずっと書いてあるんですよね。まあ218号以外も神話街道神話街道って書いてあるんですけどね、どこやっていうね、全部かいみたいな、ね、高千穂峡16キロ。この宮崎県はやっぱり標識の道路標識のアルファベットが異様にでかいんです。そう、異様にでかいんです、宮崎県の道路標識。これは普通ですけどね、でもなんか白と青が反転しています。ヒルクライムからダウンヒルへ、そうですね、ヒルクライム懐かしいな。なぜ合わせない宮崎、わらわらありがとうございます。さあ今日はいつもよりも視聴数は少なめではありますが、44人の皆さんが同時視聴、引き続きご覧いただいております。0時半を回っております。下り最速や。やっぱ鉄道的な言い方になるんですね。宮崎県五ヶ瀬町に入っております。なかなかのいい天気、12月29日山間部ではありますが、なかなかいい天気続いておりました。某イニシャル D の、あ、そうなんですね、宮崎に来たなっていう感じがしますね。左側には川が流れております。きっと綺麗な水なんでしょうね。あ、子供たちが遊んでますよ。はい、五ヶ瀬町役場左側です。五ヶ瀬町役場左側です。そば焼酎雲海、そうですよね、トンネルがあります。五ヶ瀬隧道です。そば焼酎雲海お二人、五ヶ瀬隧道、五ヶ瀬トンネルを過ぎました。さらにまだまだ先に進んでいきます。ワイショップ、多分この辺もね、雪に覆われる日が何度となくあるんでしょうけどね。前方のトンネル、その左側がなんか変な感じになってます。さあ今日最後の動画4本目にこれから入ります。前方トンネルがありますが、もうすごいですね、左側を角刈りっていう感じの角刈り、そんな集落になっております。反対から来ないと雲海が見えないのか、そういうことですね。赤谷隧道でした。赤谷トンネルでした。ちょうど左側渓谷みたいになってます。なかなか太陽の光が差し込まないエリアですね。まあ、今日は行きませんが、この先日の影町なんていうところもあって、ああやっぱり日当たりが悪いところもあるのかななんていう感じがします。まあ、山間部ですからね、標高の高い山もいっぱいあるわけですから。諸塚方面右側、503単独区間はこの右だけなん、そう、そうですね、ここから右です。ちょっと前のドコモの携帯みたいですよね、503 503 503とか505とかね、そういえば N503、 そう、あの頃はあの僕はあの N をパカパカに憧れた時期が結構ありました。なので、ドコモの携帯になって
しばらくは3台 N を続けました。そして、N に飽きたのか、たまにはじゃあちょっともう N から離れて F に行ってみようと、富士通製の F904i だったかな。でもう一回 F に行って、今もガラケー持ってまして、これが F です。ただこれ買わなきゃよかったなってちょっと、正直後悔してるところはあります。取り外して、キーボードになるっていうのがあったんですけど、ただね重たいんですよこれがね。でキーボードとして使わないっていうところがありますので、なかなかもったいない。そうですね、エドウィンの503ってありましたね。ゴーマーリさん、エドウィン懐かしいですね。オイラは P だった。あ、P も結構人気ありましたよね当時はね。凍結したら危険な場所、全くです。947m、なかなか長い。 F04B ですな。10年 F 使ってスマホからソニーです。あ、スマホからソニーに変わられた。ソニーに移られた F の方、残念。富士通でも当時は本当 N が一番人気でしたよね。あの折りたたみのパカパカの画面が大きかったですよね。でもそれをもう小さく感じてさせてしまう、進化といいますか、携帯電話は遂げてますよね。同じ iPhone でも4よりも5の方がかなり画面がでかく感じます。まあ実際でかいんですけどね。ツバナトンネル、結構長いトンネルとなっております。続いて3人で参ります、どうぞ。結構トンネルが古いです。トンネルの壁面が結構ボロボロでちょっと怖かった。3人で参ります、どうぞ。この先滑ります。テレ朝のスポーツ王は俺だっていうあのトンネルズの特番で、サッカーの PK でアタック25っていうのがあって、やっぱりなって思う演出がありました。博多華丸さんが登場したんですね。アタックチャンスの時ですね。面白かったですね。使わないけど使える。橋がカーブになってて、それはオイラは2002年12月からずっと au でございます。考えてみたら10年間ずっと同じ番号、同じメールアドレス。そう、僕もね10年近く同じずっとメールアドレス変えずに来たんですけど、もういいかと思って変えたら彼女ができたんですよね。助行願います。全くです。その変える前の10年ぐらい使ったアドレスっていうのが、まあ2003年から使い始めたんですけど、まあ男なんだけどゼロをラブと呼んで、まあゲットラブなんちゃらかんちゃらっていうアドレスを使ってたんですけどね、それをやめた瞬間に彼女ができたっていう。そういうもんなんですよね、きっとね。207とか、富士通はボンクラ携帯なのに、ボンクラ携帯で900ぐらいから人気でもそうですね。長いとボールが当たったところでボーボーそうボーボーボーしてましたね。スポーツ王は俺だ。オイラは20年くらい同じ、まあ、番号自体はこれもしばらく変わってませんけどね。13年くらいあります。東京デジタルフォンだったので、高千穂町に入りました。東京デジタルフォンだったのに気がついたらソフトバンクになる。あれはよう変わりましたよね。デジタル通貨で J-フォン でボーダーフォン、ソフトバンクですよね。ずっとドコモです。そういう方もいらっしゃいますよね。聞いてるかいな、ジュン。なこういう方が支えてくださってんだぞ。携帯電話会社ってなんでこう既存の顧客に利益をもたらさないんでしょうね。それが気に食わないですよね。どんどん下っております。ボーダフォンのシールが送られてきた時もあります。au 使いですが、 P から T から H、T、CA、SA、S、HTC。 すごいな、すごいですね。なんか人に歴史ありって感じですね。高千穂は325号線のネイセイループ橋からくるる、そうですね、325。僕いつも325を使います。今回はその218ということで、来させてもらいましょう。325僕好きですね。20分が経過しております。セルラーから au 出す。ああ、セルラーから au。
やっぱ人に歴史ありますね。それぞれのなんかね、そろそろ趣味思考っていうのもありますし、五ヶ瀬町にまた戻ってきます。日の陰まで23キロ、でもう一回また高千穂に戻ります。この辺りはこの境界線が結構激しいんですね。今日のゴール地点はガラケーの頃は山陽の、山陽ありましたね、ご指名で使っておりました。山陽のは本当に使いやすかったです。あの場所で山陽だから、今日は終わりにしたいと思います。 SA かですかね、うん、チェーン着脱状とありますね。この車はちなみにスタッドレスです。先月15年使ってたドコモから SB に、ああとうとうそうですか。まあ政権交代ですね政権交代がついに起きたわけですね。どんどん下ってます。なるほど。ソギャンです。 SA です。なるほど。2回目の T はテレビが見えたな。ワンセグじゃなくてアナログ放送の、ああなるほど、いわゆるそうですね、フル充電でも30分しか見れないという謎仕様、うん、まあそれからだんだんね、現地を食わないっていうのは出てきたんでしょうね。移動東海デジタルフォン、ドコモ、ソフトバンク、ドコモ、あーすごいですね、渡り歩いてますね。携帯会社と一緒ですよ。新規に優しく既存に厳しいって巨人に行った杉内そうね、ちょっと余裕があればねそこまで行くんですけれども、確かにそうですね、それはあると思います。高千穂峡にかなり近い、この岩のこの辺りに来るとちょっと天気がムムっていう感じです。で、ね、ですが帰りはまた天気が良くなりました。ちょっと年季の入ったおにぎりがありました。番号と町の名前が書いてあるんですね。先ほどのおにぎりには6番ドット高千穂町と書いてありました。宮崎県高千穂町を走っております。 AU は山陽電機製と子会社の鳥取山陽製、初代インフォバーは ST 製。インフォバーなんでしょう。ゴール地点アステル PHS か。到着となります。あ、 PHS、 そうですね、ありましたね。ピッチね、NTT パーソナル、 DDI ポケット、懐かしいですね。パルディオもありましたね。パルディオセルラー、ドコモ、はは、懐かしいですね。僕はちなみに携帯電話との出会いというか付き合いはプリペイド式携帯からのスタートでした。うちはなかなか携帯電話買ってって言っても買ってくれませんでしたので、まだまだ下ります。背面液晶がオレンジ色のプリペイド携帯、そのプリペイドカードの裏にこう銀紙があるので、それをこうガーって剥がして、でその番号を入力してようやく使えるっていう、その入力っていうかその電話番号にかけて、でそこにプリペイドの番号をこうピピピピって入力して、でチャージされて使えるっていう、そういうやつだったんですよね最初。で高校卒業する頃にようやくドコモに入って、あれは確か N503 ぐらいだったかな、503か504か503だったかな、ね、N503 からスタートしたっていうのが僕のドコモライフのスタートでした。 J フォンからドコモですね。さあ見えてまいりました、案内板が見えてまいりました。道の駅高千穂ケンウッドも携帯出してましたね。ああありましたね。今では懐かしいベルトも、ポケベルが鳴らなくてなんて歌もありましたね。まだ KDD と DDI が一緒になる前で、固定電話も第二電電とか、そう008とかありましたね。001番 KDD ってなりましたね。西田敏行局長、001番 KDD 国際電話の値下げです。そして
懐かしいな。ファイナルファンタジー7で仲間を呼ぶツールが PHS だった時には、へえ、今やると別の意味で時代やなとか。そうですね、ビッチという言葉は懐かしい。私も携帯電話はサラリーマンを辞めてから買いましたね。それまでは PHS でした。高千穂がそうです、近づいてまいりました。携帯電話のマークがあります。ここまでってことは県外だったということでしょうね。右側のね、植え込みのところでそのアートが作ってあります。絵が描いてあります。アートがあります。いよいよ目的地到着です。私が最初に持った携帯はケンウッド、その後パナソニック、そして数回連続でシャープで、去年リンゴに変わりました。西田局長と言ってる時点で鍋地さんは探偵ナイトスクープの虜。そうです。いやー、小枝探偵だいぶ高千穂の市街地に入り始めたかなというところです。前方に水路橋があります。松村探偵、の中心部にこれから入ってくると。では次の依頼に行きましょう。前方に大きな橋、すごいですね、立派ですね。国見ヶ丘、いいとこですよ。行ってみたいな。20年以上前から自動車電話があった黒帯家、すごいですね。月1万円、9秒10円、すごいですね。待っています。よう頑張りましたね。自動車電話ですよ。今の探偵ナイトスクープで一番涙もろい。そうですね、確かに。高千穂大橋です。パイオニアが全面液晶の端末を出してた記憶がありますが、今考えてみたらあまりにも時代を先取り。そうですね、確かに時代を先取り。ニューパワー、あ、トンネルズです。マルシートンネルズです。高千穂町役場方面前方、ここを左に曲がりまして、ちょうどなんかこう最近のインターチェンジみたいな感じで降りていきます。京都ラインさん、お久しぶりでございます。ようこそ。と言ってももうそろそろ終わりです。左に入りまして、道の駅高千穂でございます。さあ、やってまいりました、道の駅高千穂です。去年やっと52歳で初めて iPhone4S を買ったのですが、今年80歳になった親父は iPhone5 を買って先起こされました。なるほど。近所の人がショルダーフォンを持っていた。おお、あの目覚ましテレビの中継でね、なっちゃんがそれを持って朝のサラリーマンに突然声をかけるっていう企画やってましたよね。道の駅到着です。何やら顔が見えました。それについてはこの後詳しく。ここに来てまた人が増えましたね。46人です。道の駅高千穂です。いい橋梁、そうですね、高千穂大橋、とってもいい橋です。ついてしまいました。雨のうずめの御事なんだそうです。雨のうずめの御事、いい笑っています、微笑んでいます。新都高千穂大橋、さっきはとったのもそうですね。次週この続き、交互期待。言っちゃった。実はもう一体雨の娘の御事、同じく雨の娘の御事像があるんですが、全然違うんです。ただ漢字がちょっと違うんですね。全然違うじゃねえか。とっても綺麗な人です。こちらも雨のうずめの御事像です。ダメだ、おかめさんに見えてしまった。日本書紀では上の、で古事記では下の方、こちらで、書かれていたんだそうです。この違いです。はい、というわけでご覧いただきました。改めましてこんばんは。もうすぐみそじのローカルタレント、みそじまであと51日となってしまいました。なべっちでございます。はい、Tポイントも続々溜まっておりますね。 17,188 ポイント、先週に比べて131ポイント増えております。これをまたね、どんどん増やしていかないと ANA のチケットには変わらないと。ただあのだいぶ前に使った分が
まだその1700マイルぐらい残ってるんですけど、3月いっぱいでそれがゼロになっちゃうんですよ。どうしようって思ってるんですけどね。まあなんとか T ポイントに貯めれるだけあれば、それを緊急避難的に T ポイントに変えたいと思います。違いすぎるですよね、2つの天の何だったっけ違うんですよね、雨の渦目ですね、天岩戸の前で、ストリップまがいの踊り、へーそうなんだ、天の岩戸の前でストリップまがいの踊りを待ったので有名おかめさんに見えてしまった、神様なのに罰当たりなすが、いやそれは誰もが思ってると思います、大丈夫です。道の駅高千穂は懐かしいな、私が行ったのは6年前、ほう、模型は誰が当たったんだね、誰が当たったんでしょうか。今のところまだ反応はありません。え、ナベッチ、いえ、私はですね、イノシシ年でございます。はい、私 ANA と同じスターアライアンスの足穴にして、足穴航空、おお、マイル有効期限が10年、いいですね、それは羨ましい。スターアライアンスメンバー ANA でございますね。はい、というわけで今夜のマップ改めてご覧いただきましょう。こちらでございます。道の駅浮き、三三浮きっ子浮祭館、こちらをスタートいたしまして、大和町経由218号線をずっと東の方に進んでまいりました。道の駅高千穂までやってまいりました。そんなルートをご覧いただきました。地図改めてお送りさせていただきました。隣の男の像はタジカラーをですね、そうです、タジカラ男ですね、岩戸をこじ開けた神様で、この辺のお神楽は、高千穂神社で毎回やっておりますということですね。ありがとうございます。マダダンさんの、的を得た、的を射た解説いただきました。ありがとうございました。合計視聴数199までやってもらいました。そうか、イノシシか、ほぼ一回り違うそういうことなんですね。ということは、41かそれぐらいということでしょうかね。はい、虎之助さんでございました。はい、いかがでしたでしょうか、今夜の加圧3。今日はね、こんなニュースもやってたんですけども、どうやら今日はその当選者の方見ていないようですね。後日じゃあその旨のメールが届くのかもしれませんけども、はい、心身ドーンとプレゼント、当選者の方今日は今のところご覧になっていないような、そんな感じがしております。残念ですね。実はね、こういうテロップ用意してたんですよ。残念ながらこれをね、出すことができませんでした。残念でしたね。どなたが当たったのか、まあおそらく来週にはもう判明してると思いますので、そこで改めてね、これを。を出したいと思います。マロダンさん、ありがとうございます。いや、僕は誰が当たったかも知ってますので。ナベッチは親子ほどの年の差が。そうなんですね。二十歳ほど違うということでしょうね。テロップ不発、そういうことです。ぬらんと、そういうことです。送ってもないですが凝ってるな。そう、私の番組の場合はですね、この無駄に凝ってるっていうのが僕のテーマであります。12時53分です。もうだいぶ時間が進んでまいりましたので、こちらのコーナー参りましょう。インフォメーション、さあ、というわけでインフォメーションのコーナーです。もしかしてまさかとは思うけど、迷惑メールに不意惑があ、なるほどね、そういうことも考えられますね。まだ当選者の方からの反応はタイムラインにもありませんし、メールの方にもありません。その他僕の使ってるツールの方にも来ておりません。残念でした。本当はね、生放送中でさっきのテロップがね、おめでとうございますなんてできるとよかったんですけど、ちょっとそれはないようです。さて、インフォメーションは入っておりますけれども、カリンの下通りスマイルアベニュー、火曜日と水曜日の6時40分から7時、私ナベッチがメグさんと共に、もうメグさんに、はい、そうですそうですなんてこう言いながらですね、やっておりますけれども、残念ながら今日はちょっと誰もっていうか、その当選者の方は見てらっしゃらなかったようですね。残念。 SA@
アットマールだってまた言っちゃった。アットマーク RKK.jp で皆さんからのメールをお待ちしております。なかなか放送中に紹介できないんですけども、ちゃんと名通してますよ。火曜日水曜日はメグさんと私渡辺大輔でお送りしております。明日はランキングのコーナーがあります。鍋広志がまたね、先週のランキングもちゃんと付け加えてお送りしますので、ぜひぜひユーストリームでもご覧いただけます。熊本県内の皆さんはラジオでもそしてラジコでもお聞きいただけますので、ぜひ明日もお聞きいただきたいと思います。明日もぜひよろしくお願いします。そしてウィーストリームはいよいよ本年初配信がやってまいります。夜8時からですね、新春ウィー大喜利でお楽しみください。新春早々爆笑と失笑必至、歌丸は、円楽は、そして山田くんは、誰がどの役をやるのか、そんなところを含めて新春ウィー大喜利、明日夜8時からということになります。そして今度の日曜日は、サンデーユーステーション、こちらもレギュラーでございますね。サンデーアートマーク fmogni.com で皆さんからのメールお待ちしております。もちろんエリア外の皆さんからユーストリームをご覧になっての、メールでも結構です。もちろん OK でございます。マロダンさん、ライブで SA 拝見させていただきましたが、ツタヤのランキングにも詳しくなりました。よかった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 です。それは何よりでございました。スマイルアベニュー放送しているカリーの下通り1階から3階がツタヤ書店となっておりますので、そちらもね、ぜひ楽しんでいただければなというふうに思います。明日は仕事で見れない、残念。残念ですね。ヨーヨー気まぐれ戦、そうです、インフォメーションということでございますね。というわけで4時間生放送の FM オグニサンデーユーステーションもぜひ13日10時からということになります。その翌日は成人の日ということになりますね。はい、では当番組ナベッチカーツ3、来週の予告に入らせていただきます。来週のカーツ3は、そうです、今日の続き、こちらをどうぞ。さあ、雲海橋です。この検証橋にちなんだそうです。44キロ、まあまだまだ先は長いかなという感じはします。ぐらいが正確な方角かもしれません。というわけで来週のカーツ3こちらでございます。安心は神話、218号線山下り2-3ということでございます。天正やら星雲やら雲海やら橋梁マニア必見の、そうですね、218号線後編ということになります。まあ九州山地こう登ってまいりましたので、五ヶ瀬まで登ってきました。でここから下って道の駅高千穂で、そこから先延岡までずーっと下っていくということになるんですが、結構ね、その標高差の高い橋が多いんです。なぜかっていうと、次回走る218号線の、まあ、いわゆるバイパス区間なんですが、は山の結構高いところを通っていくんですね。橋やトンネルで結んで、で旧道はその麓、川のもう水面ギリギリのところをこうぐね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 しながらこう通っていっておりました。かなり標高差のある、天界と下界っていうような、そんな感じがします。まさにその天正やら星雲やら雲海やらっていう、そういうネーミングが似合う、ところとなっております。来週のカーツ3は15日23日、もう早くも1月も半分を終えてしまうという日なんですが、安心は神話、これは熊本県内でご覧の皆さんはクスクス来てるかもしれません。安心は神話、安心は神話なんていうね、金融機関がありました。218号線山下り2-3、来週の2-3でお楽しみください。0時59分、あっという間ですね。
当選者来なかったか。ではできるだけ活動する、久米宏入ってしまいましたけれども、エンディングテーマいい曲ですね。この番組ぴったりありがとうございますだなと思ったんでお願いしてみました。これよく快諾していただきましてありがとうございました。そうです、安心は神話というのは銀行じゃなくてですね、いわゆる貸金業者っていうと分かりやすいですかね。今はもう確かあるかな、ちょっとわからないですが、その CM の YouTube から引っ張っていただきましてありがとうございます。お疲れ様でした、お疲れ様でした、お休みということでね、プチアールさんからもいただいております。タラノスケさんからもいただいております、ありがとうございました。来週は218号線の山下りということになりますね。安心な神話なんてことを思い浮かべながら、ぜひご覧いただければと思います。住寄さんからもお疲れ様でした、ありがとうございます。来週は誰が当たったか、いよいよ多分発表できるかと思います。あるいはその方からなんかこうね、それを飾った写真なんかを送っていただけると嬉しいなと思いますけど、果たしてどうなることやら。まあそれをその前に、今週11日金曜日からはいよいよユーストリーム大賞の投票期間が始まりますので、まあ、ぜひこの番組見ていいなと思っていただけた方、ぜひご投票という言い方も変ですけども、清き一票をぜひ、よろしくお願いしたいと思いますね。まあこの番組ももう80回以上続けてまいりましたけども、だいぶねネタ切れがねやばいなっていうところまで来てるんですよ。これまで走ったところ塗った地図なんですけど、結構ねもう熊本県内は走るとこねえぞっていう感じになってまいりました。まだでも長崎市内までこの配信の中では行ってませんし、長崎遠いんだよな、金かかるんだよなっていうところあるので、どうしようかなってちょっといろいろと考えてるところです。まだね西九州の方は手薄なところが結構あるんですよね。大分来ましょう、ネタなら提供するありがとうございます。耳に残る安心は神話でしょ、九州の人、特に熊本だとか、大分でもご存知の方がいらっしゃるそうですが、割と有名というか、耳に残っているメロディーというところでもありますね。さあ熊台前を通過しております。いよいよ今日もお別れの時間となってまいりました。まだまだ寒い日々続きます。これから特にね1月後半から2月、一番寒い時期になりますので、僕もちょっと鼻風邪やっちゃってますけど、僕の番組の
スタッフの中にも、喉をやられたっていう人もいますし、周りで結構5本5本来てる人多いと思います。風邪ひいてる方、くしゃみするときは必ず手を添えたりだとかハンカチで押さえたりだとかしてくださいね。そうしないと周りにどん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 感染していくことになりますので、ぜひ僕も気をつけたいと思います。では皆さんとはまた来週の火曜日23時にお目にかかります。また来週です。さよなら。おやすみなさい。